サルチェードは、イタリア共和国ベネト州ビチェンツァ県にある、人口約5300人の基礎自治体。同一県内に類似した名称のサルチェードがある。ソルセードはこの町から北に 10km ほど離れた山中の村である。県とビチェンツァから約 20km 北に位置し、都市、ティエーネに隣接する。アスティコ川の右岸にあり、肥沃な平野が広がっている。 隣接コムネ地理的な状況の良い、この地には、戦死時代から、人々の営みがあったと推測される。グロッタデイコーバリーからは新石器時代の遺物が出土している。重要内石としては、ローマ帝国時代後期に作られたネクロポリスがある。壺などの遺物も出土し、サントルソの高地ビチェンツァ考古学博物館に収められている。 町の起源は800年から900年頃に遡ると考えられる。町の名は多くの木を意味するラテン語カーキータムに由来すると考えられている。この町が文書に現れるのは983年で、ビチェンツァ司教ロドルフォからビチェンツァのセーフェリーチェ総員に与えられた特許状にその名が記されている。町が封建的な領主支配の下から自治権を持つ。 コムーネへと移行した時代は、はっきりしないが、おおむね1050年から1120年頃と考えられている。この町にあるサルチェード城は、神聖ローマ皇帝夫婦賛成の文書により強化を必要とする城として名が挙げられているのが最初である。この城の記録はそれほど残っておらず、1210年には、司教の所有する城として、1292年には、 ビチェンツァ博の所有する城として記されている。1312年から1313 13年にかけてのパドバとビチェンツァの戦闘でサルチェード城は破壊を受けている。1404年、サルチェードの町はビチェンツァと共にベネツィア共和国の支配下に入った。16世紀初頭のカンブレー同盟戦争においてはアニャーデロやローディの軍勢の攻撃を受けた。その後、フランス領、 オーストリア領となり、1866年にイタリア王国に編入された。この地は、貴族、富裕層の建設した邸宅が多いことで知られる。特に18世紀から19世紀にかけて多くの邸宅が建てられた。サルチェードは、主工業の町として大きな発展を遂げた都市である。今日では、手工業のみならず、工業、商業の面でも発展を見せている。 農業は往年に比べて比重が下がったものの、依然として重要な地位を占めている。農業は産業としてのみならず、地域文化の核としての役割を持っており、伝統的な祭りの色彩を帯びたぶどう祭りが1953年から新たに開催されている。ありがとうございます。